どうもこんにちは。今日なんですけども、このナイフずっとですね、裸で持ち歩いてるような感じなので、そろそろですね、ナイフケースを作ろうかなと思います。ケースっていろいろ見たんですけども、まあなんかいろいろ種類がありますよね、形とか。まあできる範囲で作ろうと思うんですが、まずこうナイフをスッと入れて、ここありますよね、ここが例えばこうなってると多分抜けなくなるので、こうくるっと回してここでペチって止めるようなものがいいかなと思ってます。なのでちょっとですね、大体こんな感じっていうのを作りました。こんな感じになると、なんかそれっぽいのかなと思います。で、これがさっき言ってたそのくるって回してポチって止めるところですね。で、これがまあケース本体になって、で、ここはキーホルダーみたいな感じにしようかなとも思ったんですけど、キーホルダーだとこうこの辺りがブラブラなっちゃうので、ベルトループにしてこうベルトを通せるみたいなのがいいのかなと。まあ、ここの手前の方は まず1枚ですよね。で、ここはここで切ってしまって、まあ、だってこの辺で裏側はこの辺で縫い付けたらいいのかなと。ここのこれですよね、これの裏側の部分をちょっとこうこの形じゃなくて、この形プラスこういう風に切り取ってパチッてこうできる、そういう感じにするのがいいのかな。まあそれでいけば、表側の1枚と裏側これも含めて、1枚で、それとベルトループ用の革を合わせて1枚で、合計3枚切り出せば、なんかできるんじゃないかなと思います。まあ、とりあえずそんな感じで型を作っていきましょうか。じゃあこれで型を考えようと思うんですが、今回はですね、厚みが結構ありますよね。スキレットは、まあ厚さってもこんなもんしかなかったんで全然余裕だったんですけど、結構大きめに取る必要があるんじゃないかなと思います。この横側部分も含めて、どれぐらい余裕を取ったらいいのかは全く分かんないですけどね。本当はね、うまく型を取るやり方があるんでしょうけど、でも革も厚みがありますから、まあとりあえずこれでいってみましょう。この厚さこんな感じですね。こんな感じでいっちゃいますか。これでじゃあとりあえずこれで切っていきましょう。さあまあとりあえず型はこれで取れました。こうなるはずです。こんな感じで今印をとりあえずつけました。これが、裏で、こっちが表。とりあえず今できたのはこんな感じです。結構なんかそれっぽく切れるようになったかな。これに、ナイフがこう入ると、ここで止まって、ここにこんな感じで止まるっていう。さあどうしよう。これからまず裏側を磨いて、穴を開けて、でそこから縫っていく感じにしますか。あ、でもあれだ、ここのベルトループは多分最後では難しいので、もうベルトループはやっちゃわないといけないですね。とりあえずベルトがこんな感じなので、とりあえずこれを切ります。こんな感じですね。ちょっと長すぎるのかな。でもね、ここは多分しっかり取った方がいいと思うんですよ。わかんないけど、しっかり縫い付けた方がいいと思うんで、これぐらいはありますからね。これぐらいは縫った方がいいでしょうね。そうですね、これでいってみましょうか。こんな感じになる予定ってことです。こうまずはトコノールからか。トコノールからですね。なんかね、これやってるとこのトコノールで磨くっていう作業も結構ね、だんだん面白くなってくるんですよ。こっちが表になるんで、ちょっとこっちからですね、まず削って、形を整えていこうと思います。表側なんでね、表側が綺麗になってれば、まあそれに合わせて裏を削っちゃえばいいんで。どうでしょうね、レザークラフトの回って面白いのかな、見てる人。僕はやっててすごい楽しいんですけどね。
レザークラフトの回とあと料理の回、キャンプの回ももちろん面白いんですが、なんでしょうね、作るのが好きなのかな。どうでしょう、これぐらいで行ってみますかですね。これぐらいでちょっと目打ちをしていきましょう。とりあえずベルトループのところのコバ磨きも終わりました。これで今煮干しが止まった状態ですね。で、こっち側に通すと。こっちの方の穴開けはまた後でやりましょう。ですね、パーツはとりあえずこれですね。で、流れとしては、ここを縫っちゃうとこのベルトループがつけられなくなっちゃうので、これを縫い合わせるところからちょっと始めてみようと思います。まずはですね、ここはちょっとボンドで止めてもいいと思うんで。一応なんですが、ベルトも通りますね。通るんで問題ないと思います。はい、一応ですね、貼り合わせが終わったんですが、これ分かるかな、ちょっとね、ここがずれてる感じなので、ここだけ切っちゃいましょう。タコノールでちょっとこの辺も磨いたので、今度は縫う作業に移っていきたいと思います。ですね、裏面のここと縫い合わせる感じになります。もうね、本当に縫っていくだけなので、何回か見てらっしゃる方は、あ、またこの作業だなっていう感じだと思います。同じ作業が続くので、ちょっとここ飛ばします。とりあえずここを縫うことは終わりました。こんな感じでいいんじゃないかな。こんな感じになる予定なので、今度はですね、こっちを縫う作業をやっていきます。あとですね、ちょっと意味があるかどうかは微妙なんですが、ここをですね、ちょっと補強しました。あまり見た目は良くないんですけども、どうしてもここがちょっと細いので、わかりますかね、ここがちょっと細いので、まあ何もないよりかはいいかなと思って、ちょっとだけ補強してます。それでですね、今回なんですけども、ここの端っこの部分、ここの端っこの部分なんですが、ここ結構多分圧力がかかるので、そうですね、3番目ぐらいから通して、ちょっと補強というか、そういう意味も込めて、返し縫いをしようと思います。穴の3番目ぐらいのところから、まずは進行方向と逆、こっち側に縫っていって、それでまた戻ってくると。そうするとここが、二重になるっていうところですね。さすがにレザークラフトで何個か作ったので、目打ちをするのはですね、ちょっとは上手になったんじゃないかなと思います。最初はですね、目がどこにあるんだっていうような感じで、裏表が全然バラバラだったんですが、今はね、結構こんな感じでスイスイいけるような感じになりました。ただその目打ちの方法っていうのが、これでいいんかなって感じはちょっとするんですけど、まあ、その辺はですね、教えてもらったことがないので、まあ、しょうがないということで。で、ここはこっち側に縫おうと思います。こっち側に、そうですね、2回ぐらい
行っとこうかな。2回ぐらい行って、で、今度反対側も、同じように、今だったら逆の方向ですね。こっち側に2回ほど行けば、まあちょっとはね違うんじゃないですかね。はい、これで一応返し縫いができたので、ここから実際にスタートって感じですね。進行方向に進んでいくという流れになります。ほんとひたすら縫っていくっていう作業になります。はい、じゃあ縫うのが終わったので、とりあえずですね、この糸の始末だけしとこうと思います。糸の始末って言っても、もう固結びすればいいだけなんで、固結びをしていらないところを切って、でちょっとこう、分かりますかね、こうなってるところ、これを、まあ、適当にまとめたらこれですね、ライターでも炙るだけ。炙ったらロウが溶けるので、それで勝手に固まってくれます。一応できましたよ。一応できましたが、どうだろう、行ってみますか。じゃあ入れてみます。ちょっとね、横は大きくなっちゃいましたけど、入れます。うん、こんな感じいいんじゃないですかね。出す時もね、結構これぐらいの大きさがあった方が出しやすいんじゃないでしょうか。でも、もうちょっとちっちゃくもできるんですけど、ちっちゃくすると今度出すのが困るかなと思ったんですよね。まあ、これぐらい余裕ある感じですね。で、あとはここの義母子の穴ですね。これぐらいで義母子の穴を開けてみますか。3ミリの穴をここに開けます。はい、穴が開いたので、今度はここに切り込みを入れていきます。とりあえずナイフを入れて、義母子もはめて、これで一応ナイフケースは完成です。完成なんですけど、この横の辺の処理をまだ全然してないので、ちょっとそれをしていこうと思います。こんな感じに、わかるかな、ギザギザになっちゃってるのこの辺。これで横を削って平らにしていって、平らにしたら今度は床の折るっていう感じです。いろいろね、作ってみて思ったんですけど、ここのね、最後のこうやって削る仕上げ、これをあの綺麗にするかしないかで、最後の完成した時の出来上がりがまるで違うんですよね。なので今回ちょっと丁寧に削ってます。このオールを塗って横を磨くっていうのは結構ハマりますよ。これ肩もいい具合に磨けてるのがわかるかな。ナイフケース、今回はこれでおしまいですけども、これも動かないです。この中でちょっと遊んだりはしますけど、これが出ることはないですね、外に。そうでした、最後の仕上げが残ってました。蜜ろうですね。蜜ろうちょっと塗っといてあげましょう。ということで、ナイフケースの完成です。なんかいかにもナイフケースって感じでもないんで、まあいいんじゃないですかね。一応表はこんな感じになってますが、横はこんな感じですね。で、裏はこうなってます。裏もですね、一応ここも1枚2枚3枚ですね、3枚続けて縫ってるので、まあ強度的にも問題はないとは思うんですけどね。
まあ、ナイフケースっぽくないから結構僕はいいかなと思って気に入ってます。でこうやってベルトに通る感じですね。ベルトに通ってもこうやってそんなにブラブラしないと思います。こう腰につけてキャンプに行きたいですね。まあ、すごいこれ形はシンプルなので作りやすいんじゃないかな。うん、僕は作っててそんなに難しさを感じなかったので多分作りやすいと思います。今までずっとナイフはこうやって裸で保存してたんですけども、今度からはこのケースに入れて保管しようと思います。まあね、そんなにすごいかっこいいぞっていうケースでもないのが申し訳ないんですけども、もしね興味がある方いらっしゃいましたら同じような作り方で作ってみてはどうでしょうか。ということで今回はナイフケースを作ってみるでした。